このビデオでは Angular 6において Angular Material のカードライブラリーをインストールし使用する方法をご紹介いたします。 Angular 6では Angular Material のインストールが大変簡単になりました。特に ndadd コマンドのおかげで Angular Material のインストールに付随する設定、例えばマテリアルアイコンの設定なども自動的に行われるようになりました。まず、Angular Material Card をテストするためにプロジェクトを生成することにします。ND New Test ND6 Card と入力します。Test ND6 Card はプロジェクト名であり、このプロジェクト名は任意です。このプロセスには若干時間を要します。次にこのプロジェクトディレクトリーに入ります。そしてコードドットと入力して Visual Studio Code を起動します。 VS Code で Ctrl Alt キーを入力してコマンドラインウィンドウを開きます。まずこのプロジェクトをチェックすることにします。nds-o と入力し、ローカルサーバーを起動し、ブラウザーを開きます。ブラウザーは自動的に開きます。開かない場合は、ローカルホストコロン4200にアクセスします。Angular 6のデフォルトのページが表示されます。OK です。VS Code に戻り、Ctrl-C、Y、Return でサーバーを停止させます。次に Angular Material をインストールすることにします。ndadd @ angular /material at 6.2.1 と入力します。ここでバージョン番号を指定する理由は、現時点すなわち2018年7月1日において最新バージョンに問題があるからです。この問題は後日解決されると思われますので、まず ndadd at angular /material と入力し、エラーが発生するようでしたら ndadd atAngular/Material@6.2.1 と入力してみてください。次に appmodule.ts ファイルにカードモジュールを追加する必要があります。 source/app/app.module.ts ファイルを開いて、これをインポートします。このファイルを保存します。次に app.component.html ファイルを修正することにします。まずブラウザで Angular Material サイトを開きます。その URL は
material.angular.io/components/card/examples です。HTML タブページを開きます。そして、すべての行をコピーします。VS コードに戻り、app.component.html ファイルに上書きします。ブラウザに戻り、CSS タブを開きます。すべての行をコピーします。VS コードに戻り、app.component.css ファイルに追加します。最後にコマンドラインで nds-o と入力します。ブラウザーで柴犬のカードが表示されます。OK です。ご清聴ありがとうございました。